とデザートの美味しい美味しい話で盛り上がったに違いないかな、かな。はう。どうした亀田君、今日は不調かな。この程度の球じゃ笑っちゃってバットを振る気にもならないぜ。おのれ。直球投手に小細工は不要だよ、亀田君。こんなカーブに引っかかってくれるのかい？この辺りのバッターは。どうした亀田君、そんなにど真ん中が怖いのかい。まさか天下の亀田君がフォアボールなんてことはないだろうな。剛速球を前にしてここまでの余裕とは。ふん、叶わないと見て空威張りをしてるだけさ。あんな不真面目そうな男にあの亀田が打たれるはずはない。いや、私はハッタリとは思えないな。超一流は同じく超一流を見抜くという。あの亀田は紛れなく超一流ならばこそあの謎の男の進化を見抜け。まさか本当に？天才スラッガーゴルフ界へ移籍か。ボール。これでフルカウントだぞ。さあとこ、これどう見てもやりすぎだぞ。あはははは、頑張れてございますよ、ケイチさん。明日の球会はいただきですわ。
尽くしたか、亀田くん。見損なったぞ。ですよね。ああ、でかしたぞ亀田君。この調子で次のバッターも頼むぞ。こんな試合とっとと終わらせて。早く食べ放題に行きましょうよ。この亀田君との決着は甲子園でつけるつもりですか？甲子園？俺は日本球界なんて初めから興味ないんだ。悪いな。よっしゃ、作戦通りケイちゃんが出塁したね。次はさとこちゃんの打順だね。どうするんだろう、どうするんだろう。さあ、でっかいホームランでさよなら勝ちですわよ。バカにするな。俺を誰だと思っているんだ。ケイさん、いや前原さんならともかく、お前ごときに遅れなど取るものか。お前ごときに本気で投げても仕方がないな。チャンスだ。次の一球は下投げでのんびり投げてやる。一発くらいヒットを打ってお母ちゃんに自慢できる種にさせてやる。
ああ、いい感じだぞ。実にさりげない。カメだ、お主も演技派よの。いえいえ、計算ほどではとてもとても。でへへへへ。いくら手を抜いて投げてもこの子本当に打てるんですかね。いいからお前は決められた通りに投げろ。俺にはなんとなく分かってる。さあ手加減の球を投げなさいな。大ホームランにして差し上げますわ。必要もありませんわね。あほら、何をしてますの、ケイチさん。二塁は向こうでございますのよ。さとこ、お前、野球、得意なんだろう。それを全て大振りの凡退だ。しかも亀田くんが登場する前からだろ。ったく、つくづく最後の最後に何か仕掛けるやつだな。いつも言ってましたよ、罠は一つ。それも最後の最後で本当にさりげないくらいで十分なんでしたよ。どうだ、見たかよ、富田君、岡村君、見事ひっくり返してやったぜ。レナもかっこよかったと思うよ。お疲れ様。なんの、こんなの軽い仕事だぜ。佐藤子もあっぱれ。最後は豪快に決めてくれたね。私を誰だとお思いですの。あはははは。ケイちゃんも見事だったよ。よくあの亀田を口説き落とせたね。口先の魔術師なのです。リカちゃん、それ褒め言葉じゃないと思うな。しかし本当に
圭一さんでなくてはできない荒技ですわね。私にはとても真似できませんわ。ぜひ今度私にもご教授いただきたいですわね。あんな荒技を里子がこなしたら想像するのも恐ろしい。くれぐれも真似はしないでくれよな。いや、まさか本当に勝てるとは。驚きましたよ。里子なら打てるって言ったでしょ。全然信じてくれないんだからな。それに圭一くんだってすごかったでしょ。圭一くんってここ一番で本当に頼りになる人なんですよ。いや、ゴルフクラブで乱入してきた時は本当に大丈夫かと思いましたけど、あの亀田くんとの行き詰まる攻防は手に汗を握りましたよ。さて監督、約束ちゃんと覚えてるよね。これは仕方がありませんね。やったねやったね。圭一くん、これで明日はバーベキュー大会だよ。なんだなんだ、バーベキュー大会？おいおい、一体どういう話になってるんだ？今日の試合に勝てたら高級お肉いっぱいのバーベキュー大会を振る舞ってくださるって約束になってましたの。亀田さんの登場で一時は危うかったですが、圭一さんの活躍で見事獲得できましたのよ。家は大散財でかわいそかわいそなのです。まいったな。でも約束ですからね。私たちは食うときは情け容赦なく食うからね。何しろ育ち盛りだし。はっ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 は。いいかいみんな、明日は徹底的に食いまくるよ。参ったな。でも仕方ないね、約束ですから。お肉とかを買いにお買い物に行かないとな。監督、約束通り牛肉は高級なのお願いね。野菜ばっかり買って安上がりにしたら許さないからね。前原くんでよかったですか？お名前。え、あ、はい。前原くんの出塁がなければありえない逆転でした。ぜひ明日のバーベキューにはいらしてください。いやいや、それよりもぜひうちのチームに入りませんか？
あなたとなら喧嘩を制覇できるかも。監督監督、まあその話は置いといて、今はお財布の心配だけをなさいませ。よろしくお願いしますね。ひなみざわファイターズ監督の入江ですよ。前原です。よろしく。すべすべなお手手ですね。キメも細かいし、お手入れも実にいい感じです。はぁ、あ、サワサワ。はぁ、ちょっと当家のメイドたちにもこれくらいの肌のお手入れはするよう厳命しなくてはいけないですね。お手入れの悪いメイドたちにはお仕置き、お仕置き。メイド何の話をしているんですか。はあ、こんなすべすべな手でご奉仕ご奉仕。はあ、それにしてもさ、ケイちゃん、どうして私とシオンの違いが分かったの？違いって、髪型とかが違うんだから、それは分かるさ。いや、そういう意味じゃなくてさ、その…だから…エンゼルモートでのあれか。まあ勘だ。あ、でもどんなにごまかしてもミオンらしさがありとあらゆる場面で出まくっていたぞ。あ、私らしさ？例えばどんな？歩き方がガニ股だったりとか、言葉の端々にベラン名称が混ざっていたりとか。え、本当に？冗談だ。ケイちゃん。そんな癖はないから安心しろって。けど言葉ではうまく説明できないけど、俺はあの時ほとんど疑わずにミオンだって分かったぞ。
ちゃん？ああ、すまん。とにかく、シオに腕組まれた時に違うって感じたんだ。もしかしたら…もしかしたら？腕に伝わる胸のボリュームで、そう感じたのかも。トラップって仕掛けた側から見ると本当にハラハラするな。ケイチさんにもその醍醐味がわかるなら素質がありましてよ。バレたみたいだぞ。失敗か？あの二人が入り口のトラップに気づくのは計算済みですわ。そして次にどういう行動に出るかももちろん計算済みですのよ。読み通りだぞ。あ、かかった。ございましてよ。いや、しかしよくかかったよな。あんな器用なトラップ、富田くんが窓を登るときどこに手を置いてどこに足を置くかとか、どこへ飛び降りるとか、そういうのを全部読まなくちゃ絶対にかからないぞ。いいですこと、ケイチさん。トラップの第一歩は相手の観察から始まりますのよ。相手の行動パターンを読み、相手ならこの時こう動くというのを綿密に読み切るんですの。そうすれば必要最低限の仕掛けで最大の効果が狙えるトラップが仕掛けられますのよ。トラップは読みが全てってわけか。じゃあつまり過去に俺が引っかかってきたトラップもみんな俺が読まれてるから引っかかってたってわけか。
私なりにケイツさんの行動パターンを読み切っているからかかるんですわよ。だからケイツさんがある日突然いつもと違う癖やいつもと違うパターンになってしまったらかからなくなってしまうわけですわね。よし、じゃあさ、なんかゲームをやってみろ。さとこの読みが当たるかどうか試してみろよ。いいですわよ。ケイツさんは特に読みやすいですから、朝飯前でしてよ。この中の一枚を引いてごらんなさいませ。ハズレを引かなければケイツさんの勝ちですわ。よし、挑戦してやるぜ。部活で鍛え上げられた俺の感性で見事打ち破ってくれる。取るか決まりまして。決めたぜ。それはな、これだ。何をするでございますの。というわけだ。この3枚改めさせてもらうぜ。なんだこりゃ。はずれ、はずれ。つまりはそういうこと。1枚しか取らなかったならハズレにはならなかったということですわ。じゃあ俺が3枚まとめて引くのを読んでいたってのか。誰が罠を仕掛けたのかは問答無用ってところだな。失礼でございますわね。どこに証拠がございますの。それに罠なんて品のない言い方はやめてほしいですわね。より優雅にトラップと呼んでほしいですわ。助けてー。
じゃあ行ってくるよ。車に気をつけるのよ。晩ご飯までには帰ってらっしゃいね。